今日の番組は千里カムさんを講師に迎えて楽しい英会話講座を開催。モーニング娘。のミラクル英会話に先生撃沈。さらに見るだけでためになる爆笑英語バトルでメンバーが激突。セインさんにメロンメロン。この後すぐ。恒例となりましたハロモニアカデミーも今日で7回目なんですよ。なんとバーのアカデミーいろいろやってきましたが、はい、まあ、皆さんこんなものやりたいとかなんかあれば、はい、はい、小川さん調理実習。あ、そうですね、調理実習やりたい。それ食べたいだけじゃないですか。食べたい。アメリカンドッジボールやりたいです。またなの。すごい、ね、すごいですね。まあ、いろいろあの皆さんの意見が出てきましたけども、あの、はい、全部却下します。気になる今日のテーマを発表したいと思います。はい、はい、なんでそんなちっちゃく書くの。先生見えません。先生ちっちゃい。やだ。はい、リピートアフターミー。English English Go Go。 何笑ってんのさ自分で。笑っちゃダメですよ。それでは講師の先生をお呼びしましょう。セインカミュー先生です。カモン。コツはですね、やっぱり当たって砕けろ。当たって砕けろ。数打ち当たる。失敗は成功のもと。なんでそんなことあるんですか。とりあえずもう喋ってみるっていうことですね。チャレンジチャレンジ。はい、はい、最初の講義は英語で答えてハロモニインタビュー。イエーかっこよく答えられなければなりません。Oh, yeah. それでこれからテーマごとに皆さんのエピソードを英語でどれくらいセインさんに伝えることができるかをテストしたいと思います。果たしてモーニング娘。は最近の出来事を上手に英語で伝えることができるのか。珍回答続出でセインさん撃沈。ハロニアカデミー開講です。まず最初はこちらです。恥ずかしい。Embarrass。Embarrass。Fantastic。はい、ということで、皆さんの恥ずかしかった出来事を聞いていきたいと思います。さあ、誰がいいかな。小川さん、なんで目そらしてですか。え、なんですか。何も別に。じゃあ小川さんでいきましょう。はい、前出てきてください。というわけで、先頭バッターは5期メンバー小川まこと。まずは日本語でいいですよ。私が、はい、はい。What is your 恥ずかしい story? はい、ですね、この間すごい雨が降ってた日なんですけど、一人で傘を差して歩いてたんですね。でそれで商店街とかってこうモールがあるじゃないですか、上に雨が当たらないように。そこに入ってるにもかかわらず私は気づかずにそのまま傘を差したまま一人でずっと歩いてたんですね。でこうパッて周り見たらみんな傘閉じてるのにこうじーっと見てるんですよ。だから恥ずかしかったですっていう。あはい、あ、イエス、イエス。 OK、wonderful。 この後あの英語で自分が喋るんだけど大丈夫？ブー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 。Now in English. Yes. Okay. Long, long yesterday. 長い長い昨日。昨日長かったんだ。Yesterday, yesterday, yesterday ぐらい。Yesterday. So rain, rain, rain 落ちるね。Rain. Thank you.
なんだ傘 rainy days 傘傘 English アンバーアンベアンベアメンバーアメンバーアメンバーかいなあいうえよえアンブレラ Yes アンブレラアンブレラ Very good アンブレラ差しながら English 差しながら今聞き流しそうだった今 Yes 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 ショッピングモールショッピングモールなんかあGo! umbrella, I go! Umbrella, I go! People look at me! Oh yeah! Oh no! Oh my god! Oh my god! Tojiru yo? Tojiru in this? Close, close! Go, go! Alright, and go! Embarrassed. Yes, embarrassed. I was embarrassed. I see. Okay, very good. Very good. Yeah, yeah.小川さんの英会話いかがでしたか？小川さん、なかなかやりますね。What? え？でも日本語で喋ってるから。多いんだよ、多いんだよ。大丈夫よ。はい。小川さん、ありがとうございました。はい。Very good. All right, good job. じゃあ次行ってみましょうか。はいはい。じゃあ、高橋さん。何？高橋さん出てきてください。続いてはボケメンバー高橋の恥ずかしかった話。 What is your embarrassed story? さんまさんに、眉毛ないねって言われました。さんまさんに？はい。ラジオで？はい。恥ずかしかったんだ。書いてこればよかったって思いました。なるほどね。書いてなかったんだね、それにはね。はい、今日は今日は書いてます。今日書いてなかったら大変ですよ。ね、はい、OK。OK、Now in English。Yeah。Yeah。Come on。Sometime。Sometime。Sometime。時々。No no no。Once upon a time。Once upon a time。いいね。好き好き。結構そういうの好き。昔昔あるところに。OK OK。あのストーリー口調でね。さんまさん is no eyebrow。 おお、さんまさんが眉毛なかったの？ No eyebrow say me。 おお、 who say who say no eyebrow さんまさん。ああ、 I see and embarrassed。 OKVery good! Congratulations! Very, very good! 先生、いかがでしたか？いやー、うまかった。あのね、頭使ってるね。日本語短くして英語も短くするみたいな。さっきの小川さんよりかは頭が良かったと。まあ、そういう、こう、切り替えがね。愛ちゃん、普段、すごい英語の勉強してて、英語のそういう本とか持ち歩いてたりするんですよ。あ、でもスラングですよ。スラング？例えばどんなスラングしてるの？I want a kitty とか。I want a kitty? I want a kitty? 子猫が欲しい。子猫欲しい。それ使うときあんの？ I want a kitty って。あります。This is a pen みたいなもんでしょ。Yeah. ねえ、見りゃわかるっつうの。I want a kitty。まあちょくちょく勉強してると。ありがとうございました。Wonderful. All right. Thank you. Very good.次行ってみましょうかね。Okay. 続いてはこちら。レディー。腹が立った。Angry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 。やってみたいことか。Subscribe now.